はい、ドラマーの倉橋です。今回は3連符、いろいろな3連符をやりたいと思います。手順もいろいろ、あとは大事なのは取り方ですね。3連符をいくつに分けるかとかね。で、3連符を基準として、新たなね、連符をやったりするわけです。さてさてさて、3連符ですけど、普通に3連符叩くのも、支部をちゃんとね、数えながら、まあ、左足で数える方法と、フェザリング、あるいは両方ね。フェザリングっていうのは、バスドラム小さく鳴らすことですね。まあ、フェザリングの方が難しいので、まあ、左足のハイハットをお勧めしてるわけですけど、まあ、そういうのをやりながら、3連符やっていきます。で、3連符ですけども、発音は1って言った、2って言った、3って言った、4って言ったですね。ちょっとやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ティッタ、ツー、ティッタ、スリー、ティッタ、フォー、ティッタ、ワン。こういう感じですね。ワン、ティッタ、ツー、ティッタ、スリー、ティッタ、フォー、ティッタ、ワン。これ3連符ですね。例えば、3連符が倍になると、6連符になりますね。例えば、ワン、ツー、スリー。ね、6連符ですね。そしたら逆はどうでしょう。3連符の半分です。ね、2拍3連ですね。いきますね。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じですね。さてさてさて、2拍3連いきなりね、難しいと思うんです。で、じゃあ2拍3連はどうやって取る練習をしたらいいかっていうと、まずは、そうですね。3連符普通に叩いてて、ワン、ツー、スリー、フォー。ね、今左手だけももの方に動かしたんです。そうすると半分になりますよね。で、右手だけがスネアを叩いてる。これ2拍3連ですね。あとはですね、シンバルレガートとともに、裏の2拍3連っていうのを多分覚えてると思います。ね、そういうのを覚えるといいんですけど、まあ、ちょっとやってみますね。普通にシンバルレガートして裏の2拍3連を叩くってことです。ワン、ツー、スリー、フォー。こうやつですね。さてさて、これに裏の2拍3連ですけど、裏の2拍3連は、んたんたったんたんたった、2拍目が左手と同じになりますね。なので、んたんたったんたんたった、2拍目をこう意識するようになるんです。ね、裏の2拍3連、これを反対にすると、たタンタンになりますよね。そうすると表の2拍3連になるわけです。例えば、ワン、ツー、スリー、フォー。ね、タッタンタンタッタンタン。ね、これが表の2拍3連になるわけです。そうすると、表の2拍3連の2拍目、タッタンタンタッタンタン。ね、休符のところが2拍になってると分かると思うんです。ね、これが取れてるか取れてないかで、できるかできないかが決まってくると思います。ね、当てずっぽうじゃダメです、これ。ね、なので、ちゃんとその2拍目の休符になってるところをちゃんと、捉えると。ね、さてさてさて、2拍3連やりましたね。あ、なんかずっと出てますか？そうですね。で、ワンって言った、ツーって言ったっていうのが3連符だったんですけど、それの一行期なんで、ワン、タ、ティ、スリー、タ、ティとなります。ね、書いてありますね。ワン、タ、ティ、スリー、タ、ティですね。そしてその上が4拍3連ですね。4拍3連になると、ワン、ティ、タになるわけですね。今度はね、また戻るわけです。ね。
まあ、4泊3連あるんですけど、例えば4泊3連、普通の3連符を4つ割りにすると、4泊3連ごとの割り方になるんです。さてさて、もう1枚ちょっと出しましょう。はい、これですね。まずはその4泊3連までちょっと喋りたいんですけど、その前にね、一番上の段、3連符がいろいろ書いてありますね。同じ3連符ですけど、いろいろな叩き方でやってますね。まずは右左右でワンツースリーフォー。で、その次は右左左ツースリーフォー。次は右右左。次はシックスストロークですね。シックスストロークの反対になってるやつ。三四。そうですね。最後のシックスストロークは、一小節にね、半分ずつ書いてありますけど、ちょっとね ちゃんと書けばよかったですね。まあこんな感じですけど、これすごく重要なんで、これは必ず覚える方がいいですね。さてさてさて、そしたら4拍3連どうやって見出すか。3連符をパラディドルでやってみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。ワンティッタ、ツーティッタ、スリーティッタ、フォーティッタ、ワンティッタ、ツーティッタ、スリーティッタ、フォーティッタ、ワン。ね。ワンティッタ、ツーティッタ、スリーティッタ、フォーティッタ、ワン。パラディドルですから、パラディドルのパの部分がアクセントがちょっとつきますよね。そこのところが4拍3連になってるわけです。ワン、ツー、スリー、フォー。ね、バスドラム入れるとこういう感じです。こういうふうにして4拍3連を覚えるわけですね。3段目には2拍3連と4拍3連がこう書いてありますけど、まあこういう関係になってるよということですね。で、4拍3連、これが覚えてくると、例えば一番上の段、ね、ダブルストローク書いてないですよね。ダブルストロークも必要なんです。ダブルストローク3連符でやるとこうですね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、タッチ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 、
こうなりますね。一番最初のうちこれは1,2,3,4 段目にダブルストローク書いてありますけど、みんな6つで割っちゃうんですよ。真ん中で 1,2,1 拍目2拍目のグループ、3拍目4拍目のグループと、要するにこれとこういうふうに分ける感じなんですね。みんな一番最初はそうなんですけど、まあ例えばこれをバスドラムで203連入れる、ワンツースリーフォー、234ね、要するに2ダブルストロークで3連符を叩くと、ダブルストロークで3連符を叩くと、手の動きは203連になるよということですね。ワンタディツタディタタ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 ってことですね。でそれっていうのはみんな6つに割るとこう一番最初の方を認識してしまうんですけど、これ実は自然なのは4つずつ割る方が自然ですよね。タカ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 なんですね。それが4拍3でですね、またね、ワンツースリーフォー3,4,1,2,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 
今回の、あの課題なんです。ね。この割り方よく使います。で、難しいフレーズになると、この割り方じゃないと入れられないものっていうのが出てくるんですね。さて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 。ではちょっと次に行きますけど、次は9連符書いてありますよね。
さて、じゃあ9連符です。今日の新しい音符っていうのは9連符のことだったんです、ね、9連符をやるときにどうしたらいいか、何をガイドにしてやればいいかというと2拍3連なんです。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、タッティ、スイッタッティ、ワン、タッティ、スイッタッティです。ここにワン、タッティ、スイッタッティのこの1個ずつに3つずつ言います。タカタ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 、はい、キューブ連符の出来上がりですということなんです。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、タッティ、スイッタッティ、ワン。これに上の一番上の2小節目の手順で9連符を入れます。例えばワン、タッティ、スイッタッティ、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 ね、9連符これでできました。これが9連符ですね。ね、ワン、タッティ、スイッタッティですね。それに左手で、入れてるだけですよね。これが一番わかりやすいかと思います。ね、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、タッチ、スイッタッチ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 、ワン、タッチ、ね、今バスドラムは一番下のやつで入れました。ね。4拍3連ですね。まあこういうのでどん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 覚えていくっていうことです、ね。さてさてさて、9連符これでありましたけど、さてもう一個の方にもちょっと戻りますね。さて4拍3連、2拍3連書いて3連符が書いてありますけど、なんか変な文字が書いてありますよね。ね、これ9連符の間を例えば高田タカタタカタって9連符になってますよ。タカタタンタカタタンタカタタンと分けたらどうなるかという話なんです、ね、9連符のフレージングですね。でそういうのは結構難しいんですけど、でそこで、1ティータ、2ティータ、3ティータ、4ティータが、203年になると1タ、ティー、スイタ、ティー、ワンタティスイタティとなってますけど、これをね、ワンタティスリタティと分けます、ね、この分け方が要するに4拍3連の分け方なんです。ワンタティスリタティだから、ワンティタスリーティタじゃなくて、ワンティワンティあワンタティスリタティね、こういうふうに分けるね。そしてワンタね、ティースリータティっていう風にやると9連符のフレージング、タカタタタカタタタカタタっていうのフレーズができるわけですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワンタティースリータティワンね、ワンね、一番最初だけ入れてます。ツー、スリー、ワン、タッティ、スリー、タッティ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 、ワン。真ん中入れますね。次が一番最後。ワン、タッティ、スリー、タッティ、ワン、タッティ、スリー、タッティ、ワン、タッティ、スリー、タッティ、ワン。ね、一番最後入れましたね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、タッティ、スリー、タッティ、ワン、タッティ、タッティ、ワン。全部入れるとこういう感じです、ね。要するに、その2拍3連をちゃんと数えてて、そこにこういうふうに入れてあげる。で、しかも取り方は、ね、1小節を3つに捉える。2つじゃなくて3つに捉える。というと、こういうフレーズが出ます。ワンタティスイタティ、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 ワンタティスイタティ。
ダーティね、こういうことですね。はい、こんな感じでしょうか。9連符からのね、はい、これ例えばね、ラタム9とか使ってもいいですよね。ね、例えば、ね、ラタム9をこういう形にしてもいいですね。まあいろいろ使えると思うんですけど、まあとりあえずは2拍3連、4拍3連を数えられるようにして、で言葉で言えるようにしましょうということです、ね、はい、じゃあ今日はここまでにしましょう。ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。